はい、どうも、後半の話をさせていただきたいと思います。で、ここに播州の蓮如さんということで、蓮如上人の木像、実は亀山本徳寺の蓮如堂にご安置されているお寿司の中にある木像なんですけど、今日は、後半はですね、この蓮如上人が本願寺というものをいかに、作り、そしてネットワーク化していくか、そして、そういう、仏教の教えを説いた相手ですよね、相手、どういうふうな人なのか、ね、でその時に寺院の形態はどうであったのかということですね。そしてこの寺院が最終的にどうなるのかというお話をですね、今日は今からしてみたいと思います。実はこのタイトルにありますように、中世新仏教の工房でございまして、工房ということは何かというと、普通工房って言ったら攻撃の方に防御の方で、普通これを工房というんですけど、ちょっと字が違う、怒ると滅びるであります、ね。つまり、この中世において新仏教のですね、基本的な構造が滅びてしまうということですね。じゃあ今ある仏教はどうなのかね、これはまた新しき、統治システムの中で再生された仏教 の形なんですね、形であって、そのことを強調するために弘法というふうに、どのように起こし、どのように召していくかというですね、そういう流れでですね、お話をしてみたいというふうに思います。その中で非常に重要な弘、つまり起こすのにですね、非常に重要な役割を果たした、これ浄土真宗の場合ですけれども、当然ながらその当時は浄土真宗っていうような言葉はありませんから、せいぜいそうです、千年宗、念仏宗、無下光宗、あるいは門徒宗ですね。で、一向宗って言いますとね、このもう一つ前にですね、一辺上人の自宗がある、それから一向という浄土宗系のお坊さんがおられる、この方が説いた お念仏がある、でこういうのを一向宗といって、浄土真宗にまだ本願寺ですけど、本願寺から言わせると、これ実は違うんだということをたびたび強調するんですけどね、だから一向と言われるのは本願寺は嫌ったんです、はっきり言いまして、ね、でそういうのは一向宗、宗とかで宗派の宗じゃなくて衆生の宗を書いたりしてますね、衆生の宗、一向宗と。ですから一向宗というのはこの当時はね、いろんな流派がですね、こう内混ぜになって起こる、ただその時代にですね、お念仏を喜ぶ人は、さっき言いました、下類悪党の類ですね、つまり、正式にですね、公民として認知されないなんですね、そういう、それが実は大半なんですよ、人口ですね、そういう人たちに向かってですね、一つの新しい動きですね、これができてきた、その中でこの仏教の果たした役割というものがを考えるべきである、こういうふうに思います。で、その前にもう一つだけ、一つだけですね、事前に前回、前半で言い忘れた話をちょっと付け加えさせていただきますが私は文明論をやってる手前上ですね、文明の一番忠実な、どう言いますか、指標となるですね、数量っていうのは何かというと人口なんですよ。で、文明というのは人口を、文明の規模が大きくなればなるほどですね、成熟した文明であればあるほど、たくさんの不要人口を抱えることができるんですね。これはもう文明の法則であります。で、そういう意味で、この8世紀からですね、現在に至るまでですね、大体日本の人口がどういうふうに推移しているかということから、文明がどのように立ち上がり、そしてその文明を立ち上げるに必要な統治システムはどんなものであったかということをある程度ですね、伺い知ることができるということですね。で、ご存知のように、平安時代、古代から平安時代にかけて1000万を大体切ってます、ね。もちろんこの誤差がだいぶありますしね、そんなに正確ではないんですけども、多くても1000万ですね。というところがずっとですね、これぐらいので統治システムしか実は古代は持てなかったということですね。それが12世紀3世紀を過ぎてくる頃から徐々にですね上昇してまいります。
でこの上昇カーブがだんだんきつくなっていくんですね。きつくなるということはどういうことか、文明論的に言うと生産性が非常に上がってきたということです。生産性が上がってくることによって、たくさんの富裕人口を抱えるということがまず最初に起きておきます、ね。それが起こったわけです。でところがこの時代は何かというと、先ほど言いました中世という時代です。古代の律令体制がどんどん崩壊して秩序がなくなる、ね。そしてそれぞれの在地の権力者がですね、お互いにですね、競争をしのぎを削るようになっていく、そういう時代です。戦国戦乱の時代です。戦国戦乱だからさぞや人は少なくなったなと思いきや、そうではないんです。戦争すれば戦争するほど人口は、ね、増えていくんです。不思議です。これ例えば日本の20世紀の前半、戦争に戦争でしょう。日清日露から始まりね、シナ事変が始まり、そして太平洋戦争を突入しますよね。あの時にたくさん死にます。たくさん死にますけど、結果的に人口はですね、戦後の6000万から1億2000万に増えるわけなんですね。でそれは何かというと、戦いというものの中でですね、生産技術がですね、洗練されていくんです。でこれによって生産性がぐっと上がっていくんです。そうすることによってね、人口は増えていくんですね。だからこの戦国戦乱というのは人口を増やしていくという現象、これは文明論的におかしなことは何でもないんですね。増えていく。で、この間にさっき言いましたですね、下類悪党というのが日本中の大半の人間でございますね。こういう人たちが独自のですね、仕組みをですね、自ら創出していく、これが民間の形成でありますね。この民間の形成、もちろん混乱の中でありますけれども、上からの統治システムは聞かないわけですから、混乱をするわけですけど、この間にですね、仏教というものが非常に重要な役割になっちゃう。それがいわゆる鎌倉新仏教であると、こういうふうに考えてください。で、この成果一挙に近世に向かってですね、反り上がっていくでしょ。で大体ですね、100年200年代で人口が、ね、3倍か4倍ぐらいになるんですね。でこれがいわゆる日本独特の近世という時代を創出する、つまり江戸時代を創出するということになります。江戸時代はこれ、まあ、今日は言及しませんが、独特なですね、人口調整システムによってですね、3000万に維持されます。3000万から4000万多くてもですね。でこれがですね、一挙に解き放されるのは次の新しい文明、新しいステージに向かう、つまり西洋文明を日本が重要していて、一挙に近代国家として、展開していく。なんとですね、1億2500万ですね。現在明治以降150年の間にですね、大体3倍から4倍ですね、4倍の急激な減、これはもう文明のレベルがですね、極めて、強烈な文明が日本を襲っているということですね。と同時にですね、その文明によってうまくそういう統治システムが稼働したということです。でこの統治システムが稼働しないとですね、国は滅ぶわけです。滅んでいくんですね。まあ、そういうような観点から見ていきたいと思いますが、まあ、この民間の形成混乱の時代に何が起こったか、生産性がどんどん上がっていく、それはまさにですね、ゲルヤプ等の人たちが日々の生活の中でいろいろな創意工夫をしながらね、優れた経験値、知性の働き、そして、まあ、行動力によってですね、この生産性を上げていくわけなんですね。で、まあ、そういうことを背景にしながら、この時代に実はここにあります親鸞聖人が登場する。そしてその親鸞聖人のお弟子さんがですね、その民衆を道義を門徒としながらですね、新宗各派がですね、展開していく、ね。例えば浄土真宗と言われて、皆さんどういう宗派をお考えでしょうかね。今浄土真宗っていうと、なんか27派かなんか30派ぐらいあるらしい、ね。私もあまり知りませんですけども、法務局の届けではそうなってますね。まあ、この当時はね、真宗大体10派と言われてました。真宗10派ですね。でその筆頭はね、大体高田派ですね、一心伝ですね、千秋寺、それから非常に大きな勢力を持って近畿一円、中四国九州を含めてですね、非常に大きな勢力を持ってきたのは、意外と皆さんご存じないかもしれないけど、仏光寺派なんです。仏光寺派、今仏光寺言ったら渋谷の非常にこじんまりした本山を持ってですね、松寺が300あるかないかぐらいだと思うんですよね。ところが仏光寺はね、その当時、この蓮如上人の頃には巨大なですね、宗派が成長してます、ね。日本で一番大きかった、一心伝と並ぶぐらいですね。
で、そういう先行者話の中でですね、つまり、本願寺というのがどういうふうにして悪戦苦闘しながら組織化をしていくかということですね。本願寺物語の始まりがですね、この親鸞没後、ご存知のように、大谷本願寺と言われた親鸞聖人のお墓所から出発するということですね。で、親鸞聖人の血筋を受け継いだ三代目覚如聖人ですね。覚如聖人が初めてこの大谷本願寺というですね、お寺をですね、確立しているんですね。で、本願寺の最初というのはだから真宗宗派の中でも一番最後なんですよ、ね。で、ちょっと念のために言いますけど、本願寺って言ったら、今東と西があるやんかというふうにおっしゃるかもしれません。で、それはもうずっと後のことです。新しいね、この中世の新仏教の仏教とは、全然関係ないことはないんですけれども、これは近世のですね、話になりますんでね、時代が違うということですね。例えば本徳寺もね、千葉本徳寺と神山本徳寺とあるんですね。これ西と東なんですよね。それはどないなんやとおっしゃるのもあるか、西や東はずっと後の話です。この時代にはですね、本願寺は一本で、本徳寺は一本なんです。一本で。それだけご確認していただきたいと思います。で、熊本室町というですね、民間の形成が自己組織化していく、そういう日本の歴史の特異な時代をですね、の中で、この浄土真宗というのは迎え入れられる、ね、民衆に迎え入れられてくると、こういうことでございます。で、まずこの辺の話をですね、今日は端的にお話してみたいと思います。で、この時代、蓮如上人が亡くなってからもう200年経ちますけれども、その時代に一番活躍された本願寺のですね、中高の僧でありますけれども、それがこの蓮如上人と言われる方ですね。こう見ただけでですね、親鸞聖人とはだいぶ風貌が違いますがね。親鸞聖人の木像、本徳寺の中にもお念仏がありますけれどもね、非常に厳しい険しい顔してあるね。善肉なんかあれへんです、ね。こちらの方は非常にふくよか、ね、なんとなく悩み事でも聞いてくれそうやなというような心持ちがしませんか、実はね、この方はですね、まあ、先ほどの御文書の中にはありましたように、門徒と一門の徒と膝を突き合わしながらですね、まあ酒を酌み交わしながらゆっくり話をするタイプなんですね。親鸞聖人のように厳しい面は、まあ、あまり出てこない、ね。内面はあるのかもしれないんですけどね。親鸞聖人が一生懸命で門徒と渡り合って、どう言いますかね、説教をしたっていう話はないことはないんですけれども、もうほとんど稀であります。むしろ先ほど申しましたように「教行信証」というですね、念仏のですね、教科書といいますか、定本という、つまり、それを書いてお念仏を明らかになさった方ですからね、だと思うんですね。しかしこの方はですね、その親鸞聖人の書かれたものをね、本願寺を継がれるのは、この方は神尾さんの作った本願寺を継がれるのは46歳か7歳だったと思います。非常に高齢になってからですね。まあ、そういう時代はその間遊んどったわけではなくて、一生懸命勉学に励んでおられた、ね、そしてその教えを吸収して 一挙にその時代のためにですね、その教えを披露していった、ね。それがいわゆるお説教という形になってですね、現れていく。御文章という形になって現れていく。私たちが日頃ですね、お寺であるいは在家でですね、お尋常をする、その時に正真言和さんを呼びますよね。そういうような風習もですね、この方がお作りになる。まあ、こういうようなことで、この方は非常にこのそういう民衆にですね、身をもって接しながらですね、実に丁寧にですね、心ゆくまでですね、念仏の真意を解き明かされたと、こういうふうに考えていいんじゃないかと思いますね。この蓮如聖人、まあ、この蓮如聖人がじゃあどういうふうなご活躍を行った、その当時のお寺はどんな国であったかということですね。まあ門徒の内容については今申し上げた通りで、再度申し上げませんが、
この方がですね、の旧跡をちょっとたど足跡をたどってみたいと思います。でこれは次男町の研究第1巻にあるところからちょっと拝借したんですけれども、まあ、本願寺って言いますと日本列島津々浦々、北海道から沖縄までですね、東西両本願寺あって三幡家寺、ね、最近はなかなかお寺が潰れるところもあったりしてね、大変な時代を迎えているようになりますけども、で最初から本願寺は、ね、全国ネットでなかったであったわけではありません。当然ながらもともと神女上人が開いた大谷本願寺というのは、ちょうどどの辺でしょうかね、千代院の近くだというスーター院のすぐそばというふうに言われておりますけどね、ああいうところにあって、確か、資料にはですね、もちろん領土制限になってるんですけれども、護衛堂がですね、4軒6軒かな、で、阿弥陀堂が3軒四面、それぐらいですよ。三軒四面って、まあ、小さい祠ってあるんですね。こういうようなところから出発してるんだということですね。で、ここで、じゃあこの大谷本願寺と大谷という地、今数体の近くにあったそのお寺と一体、神が作ったお寺というものは一体どういう人が出入りしてたんだろうということですね。実は蓮如上人になるまで、の時代になるまで本願寺というのはもちろん北陸の方にですね、大きな拠点を構えるんですけれども、この近畿ではね、ほとんど本願寺のお寺で祭りじゃないんですよね。もっともほとんどいない、ね、いやそんなことはない、いろんな蓮如さんといろいろな交渉をしたですね、いろんな同業いっぱいあるやないかというふうに、おっしゃるかもしれません。まあ例えば誰がいますかね、片田の宝珠という人いますよね。それから赤尾の道祭とかね、それから三河油ヶ淵のあれ女房という人ですね。でこういう人がいっぱいいて、そういう同業の間で法義が伝道されていくんですけれども、こういう人たちはまずどういう人たちだったかということです。で片田の宝珠なんていうのは今そこ本福寺というお寺になってますね。実際本福寺というお寺の3代目が宝珠なんですけれども、これは蓮如上人大好き大ファン、ね、蓮如上人のもうご親水のですね、同業門徒ね。でところがね、そのお寺からでは当然ながら本願寺ができてネットワーク化してませんから、本願寺の祭りも何でもないんですね。じゃあどこに所属してるかっていうと、実は浄土宗、一時浄土宗、そして、ある時にはですね、今申しました仏光寺派ですね、仏光寺派に所属している、そういうお寺ですね。で蓮如上人が継がれた本願寺、その大谷本願寺そのものがですね、実は天台宗に属しておりますね。天台宗直願寺という格式はあったものがですね、天台宗のお寺なんですよ本願寺っていうのは。と思うかわからない。蓮如上人が47歳で受け継ぎ、住職を法統継承しますが、その本願寺はですね、今のようなですね、お正門ではないんです。おそらくごま壇があったと言われます。ごま壇ね、ごまを炊きますけどね、天台宗でありますからね。でそこでおそらく蓮如上人が毎日ごま炊いてですね、何かを祈ってたのかなって、そんなことしないですね。一生懸命勉学して、そして信州最高の今の本願寺はちょっと違う、ね、自分の継いだ本願寺はちょっとおかしい。で親鸞上人の最高の意志を自分の代に表したいと、ね、そういう志を持たれた、深く持たれた、ね、そこで、まずご本尊をですね、親鸞上人が初めて本尊として仰がれた、奇妙人実法無下光如来ですね、これを持ち出されてね、そして、ルフ伝道にあたられたということなんですね。それに、まあ、そういう需要が先ほど言いました背景がありますから、みんながですね、分散してくるわけですね。でそういう念仏のですね、大繁盛、ね、まあ、ある意味では念仏の大安売りという人もいますけどね、それに近いものが一挙にですね、教説が広がっていくわけですね。
で今言いました三河の油ヶ淵の女工という人も実はそういう人うちのような人なんですね。そういう階級の人なんですね。で彼らは何をしていたかということですが、女工にしてもあの宝珠にしてもですね、これはどういうなり合いを持っていたかということですね。なり合いというのは何かというと交易なんです。交易、いずれも港の近くなんです。片田っていうのもそうですね、南湖と北湖のちょうど間からですね、琵琶湖の周辺のですね、海鮮交易をですね、もっぱら引き受けているんですね。そういう人たち、まあいわば流通業者であるということですね。でその頃の蓮如上人のいろいろな経緯を見てみると、ね、やはりこの流通商人が持っている経路に従って動いてはるんです。ずっと例えば北陸経路になりますね。北陸に蓮如上人よく行かれましたね。その時の経路は全部この片田からですね出てですね、そして琵琶湖を渡って今津で降りて、そして、若狭からですね裏日本って言わないか、日本海、これの航路を利用する。でその航路をその交易路をですね、活発に維持している人たちというのはね、全部悪党なんですよ。権力が上がるというかね、全部悪党ですね。そういう人たちにですね支持されながら、そしてまず最初に、本願寺を建て直す、その最初のお寺がですね、吉崎御坊ということなんですね。でもともとあった大谷本願寺は何かというと、そういう蓮如上人の活発な布教と、またそれを支えるですね大きな宗教的ニーズに支えられたりですね、一挙に展開していきますから、まあもちろんこの時代に今生産力が上がって人口が増えると言いました。それに向かってですね、旧仏教側も実はいろいろな工夫を凝らしてですね、その一般民主を取り入れようとするんですね。つまり、その取り入れ方がですね、新しい仏教とは全く違うんですけどもね。あくまでも神仏、そして、天皇の権威をですね傘に着ながらですね、そのまあいわば聖なる領域のですね一つのといいますか権威をですねちらつかせながら集客をすると、そういうタイプの布教伝統をですね、まあ、実はその旧仏教側で展開をしていくわけです。でその中で、当然浄土真宗というあるいは日蓮宗というですね新しい宗教は全く違った手法でもって、その仏教の布教をですね展開をしている。で全く違った布教というのは何かと言いますと、音道行音道部という形なんです。つまり上から下へ飛ぶんじゃなく、共にですね座して、そして弥陀の本願を共に仰ぎ喜ぼうというか、ね、そういうスタイルの布教がですね、どんどん展開されて、それがもう大当たりするんです。一挙にですね、門徒が増えていくんですね。それに号を煮やしたですね、旧仏教側は当然ながらですねこれを潰しにかかる。だから本願寺は天台祭ですからね、比叡山の斎藤の、まあ、いわゆるどういうんですか僧兵が来てですね本願寺を潰すと、まあ、実際には本願寺を潰したのはあれは祇園の犬死人だったと思いますけどね、やはり同じような旧勢力ですよ、旧大社の勢力ですね。で、こういう人たちが潰してしまう、ね、で蓮如上人は、ね、札付きになるんです。だから逃げ回るんです。その逃げ回ったのがこの片田周辺ですね、それから神奈川森赤野井ですね、この辺の琵琶湖の湖畔、そして近江三河、そして最終的にはですねこの、彼らの持っている海鮮業者が持っているですねルートを通してですね吉崎へ行って、吉崎でもって新しいですね新天地を切り開くということなんですね。でこの新天地を切り開くにはお客さんが来なかったらそんなものなんてことないんですけど、いっぱい集まってくるんです。またね、いっぱい集まってくる。でこれがいわゆる、吉崎の御坊の始まりである本願寺の、まあ、出発点であると、こういうふうに考えていいと思うんですね。でこの形態がどんなものであったかをちょっと紹介しておきたいと思いますが、これが吉崎の御坊、今もありませんから、こういう施設は。ただ形は残っています。こういう、
つまり、こう片子でありまして、こちらから、あの北へ行くと日本海です。すぐ日本海。日本海で大肘川というのが合流してますね。当然ながら、交易業のですね、重要な拠点であったと思われますね。でこれが片子で周遊日々を巡らしましてね、いわゆる城郭都市のさっきの原型なんです、これが。でここにお寺があって、山を切り開いてお寺がある。階段があって、ここに宿坊がずっと並んでおります。で、もうちょっと大きくしてみましょうか。この下にはですね、いろんな小屋が建っておりますね。これ、田屋と申しますが、田屋宗といいます。お寺の近くに田屋という名前のついたね、地名よくあるんですけれどもね、これ田屋宗、田屋宗。この場合の田屋というのは、大井屋敷の屋と、ね、田屋宗。まあ、あんまり、字がほとんど当て字ですので、ね、この頃はね、あまり意味はないと思います。田屋宗。まあ、屋根が多いからかなというね、こういうもので、これ全体をですね、片子は、どう言いますか、囲ってるんです。環合なんです。環合なんですね。で、こういう形、この形を見ただけで、ちょっと今のお寺とはだいぶ違うって分かりますよね。まず今のお寺には塀があります。お寺を囲む。きっちりとして。ここからここまでは境内。ここからずっとは違うってですね。それはありません。で、お寺のすぐそばというか、一緒にですね、門徒がいるってことです。で、門徒は何してるかというと、ここでお寺に来てね、寝泊まりしてですね、説教を聞きに来てる。そればかりじゃないんです。ここで生活しているんです。で、このお寺の宿坊がありますしね、遠くからやってくる人もいる。それはここへ泊まる。この宿坊に、こういうところ泊まるんですね。まあ、この宿坊を見たらね、今の北陸の名刹寺院がザーッと列挙しています。ね、でこういうような形態ですね、これも、が、信州のですね、もともとの原型なんですね。蓮如上人がその時代の大衆に向けて布教伝道した結果、多くの方がそのお寺を中心に集まった。そして重要なことはそこで生活をする。もっと言えばお寺と門、こういう集まってきている人を門と同業と申します。で門と同業とですね、一つの運命共同体なんですよ。運命共同体なんですね。で、まあ、これが信州のお寺の原型であるというふうに考えられますね。今お寺の中に本当住みませんか。そうですね。全然違う、ね。まあ、これがいわゆるお寺の原型であるということです。で、このもちろん、こういうところでもう終焉のですね、その民が押し寄せてくるんですね。押し寄せてくる。で、非常にそれが一つの大きな社会勢力となる、ね。そこでいろいろな在属のですね、権力者とですね、非常にぶつかり合う。そういう危険性もそこには出てくる。今まで、教団が問題視しなかったことがですね、大きな問題になってくるんですね。でこれがいわゆるお寺が社会的な存在として、頭角を現してきた最初のお寺の形であるということであります。まあ、どういう状態、まあ、この絵ぐらいからしかですね、その解析はできないんですけれども、やがて、その蓮如上人という方はですね、今申しましたように、もっと動くわけです。さっき言ったように、流浪の民ですよね。解析航路を持ってますから、で動き回る、そういう人たちです。その人たちの間で、次から次へとですね、渡り歩きます、蓮如上人は。ね、で吉崎へ、おられたのはたった4年の間ですね。1471年に入って1475年に出られますから、で若狭を通ってですね、そして、約数年かけてですね、ずっと丹波寺から、この時に初めて兵庫県に入りますね。兵庫県にある。で播磨での門徒教化もですね、この頃に盛んに行われたというふうに言われてますけど、その証拠はあまりありません。でとりあえずここからずっと来て、この方は普通だったら吉崎から近畿入るんですけど、近畿の河内出口、それから摂津富田というところですね。摂津と河内とひっついてますよね。淀川を面してね、そのちょうど対岸ですわ。今でも出口の方には京行寺というお寺がありますしね、その富田の場なんちゅうお寺かな、それは残ってますけどね。でここへ今日構えて、近畿一円を布教なさる、ね、近畿一円、近畿一円というとどういうところかなというと、こ
ここにありますように南は五方ですね、五方市が西岸、西岸というのは和歌山だと思ってくださいね、が貝塚と今でもありますね、から富田林、それから大賀塚、それから今市、大和下市上市、この辺は今でもなかなか移転を受け残っていますね。今井なんていうのは未だにですね、お寺の様子を伺い知ることができますね。で、大賀塚も残ってますね、富田林。まあこういうようなところ、こういうようなところにもっと同業のですね、まあお寺というよりも町を作っていくんです。町作りなんですね。でこの頃のお寺はだからもっとと同業とですねお寺が一体になってますから、運命共同体ですから、でしかもお寺もっとそこで生活をしている、生活の場なんです。でしかも農耕民じゃありません、ほとんどが流通商工業者でありますから、お互いにですねネットワークを持ちながらですね、人物金のですね交流がですね盛んな地域として展開していくということですね。でこれがこの近畿一円での連入承認のですね、活躍のですね、まあ、成果であったということになります。で、そしてその傍らですね、まあ、吉崎を一つのモデルとして、プロトタイプのモデルとしながら新しい本山をですね、本庁を作りになる、それがいわゆる山科本願寺というんですね。でちょうどその頃が実はこの都を中心にこの全国が乱れるんです。応仁の乱というのをご存知だと思うんですけどね、応仁の乱で、もう都なんか近づけない、都が入ったらそこら中死体がゴロゴロしてるとですね、そういう状況であります。まあ、それによって実はその当時最大派閥であった仏光寺派がどんどん弱体化してるんですけどもね、とりあえず、それを横目に見ながらですね、京都都なんだけどそのちょっと東寄りね、山科というところに、新しいですね、寺内庁を連立承認を作りになる、それがいわゆる山科本願寺であると、こういうことです。で山科本願寺の地図がどっかにあったと思うんですが、あれ何か、ちょっと分かりにくいかもしれない、今の地図にです、昔の地図を書き込んだんですね、山科本願寺の。で重要なポイントは何かというと、こう川が流れてるんですね。これが篠宮川、これが音羽川、平山系から流れてる川ですね。でちょっと行ったらその北側に渋谷街道がありますし、南の方へ行けばですね、奈良の方へ通じる、まあ今ね、交通の要所、当然ながら交易業者がですね、とって重要な地点であります。まあ、吉崎は別にしましたので、吉崎以降に開発されるお寺というのは大概がですね、海のそば、川の沖積地ですね、こういうところに作られる。それはなぜかというと、もうすでに平地はですね、在地の権力者によって占領されてますから、そういう地域にですね主に、お寺を建てていくわけですね。で建てるといってもね、掘ったて具合じゃないんですよ。ここにありますように、これ全部堀です。堀を一重二重三重に構えてます。五本寺、内、内寺、内と書いてますが、内寺外寺をこしらえまして、ここに門徒と一緒にですね一つの共同体をですね作っていく町なんですね。町で、まあ信州のお寺はどこもそうかもしれませんが、今ねその痕跡残ってますよね。本堂の前には必ずシラスがあるね、大きなシラス、あのシラスというのは何かというと、本堂が集まってね安くで市をするんです。市場なんです。で、お寺のこの寺内町の地名によく市場というのは場の場合もあるし、庭という字を書きますね。こういう地名がよく残ってますね。でこれは本当がいかに、その農耕生産者じゃなかったかということを表しています。つまり位置を立てて、そして物を交換しながら、その交換経済の中でですね、生計を立てていくんですね。そういう人たちによってこの寺内町が成り立っていたんだということですね。まあ、これちょっと見たらね、堀ですよ。これずっと堀が一重二重三重、こちらが川ですね。先ほどは片方で全部囲まれてました。これ何ですかね、どういうことかというと、どこから攻撃されてもですね潰されない、ね、その攻撃されるということを前提としてこの町を作ってるわけで
ね、こういうような当初ですね、お寺というのは非常に厳しい状況に置かれていたと同時にですね、こういうこれ堀を掘って石垣を積み、そして町を作るということでありますから、相当な技術者がいないとこれはできないということですね。で、流通商工業者ともにですね、その大工もおればですね、石切りもおるし、石膏もおるし、瓦を焼くものもおれば比較もおるし、あらゆるですね、その衣食住をですね全うするためのそういう職能民たちがこの中にですね、いるということなんですね。そういう独特なですね、民間勢力ですね、これがいわゆるこの本願寺のですね、実態であったということですね。で、この最後にですね、この本願寺、実は蓮如上人はこの本願寺を後にしますけれども、この石山下の本願寺がですね、だいたい80ぐらいの時にできるんですね。 お年が80ぐらいですね。で、80を過ぎてからですね、隠居所という形で石山にですね、お寺を作ります。そんなに大きなもん、最初は大きなもんじゃなかったと思いますけれどもね。で、この石山というのが後のですね、石山本願寺、つまり中世本願寺の、本山としてのですね、役割を果たすことになります。で、このロケーションを見ていただいたらですね、この時代のことがよく見えてくるんですね。これ淀川水系であります。これが石山本願寺、今の大阪城であります。大阪城、秀吉はこの大阪本願寺を潰して、自前のですね、城下町を作るわけで、改造するわけですけれども、まあ、ここから分かりますように、寺内町、本願寺というお寺はですね、お城にすぐに変われるんです、ね、そういう構造を持っているということですね、石山本願寺。ここに古代の渡辺の津があって、ちょうどここが天馬橋ぐらいだったと思いますけど、江戸川水系で、の望むとにですね、この当然ながらここにですね、港を持っているんで、港湾設備を持っている。まあ、ここに港湾設備を持つのは分かりますよね。淀川水系ずっと北へ上がって、こちらの方は何ですか、大和川ですね、奈良吉野、こちらがずっと熊野道です。ここにあるのが熊野道です。ずっとね、で紀伊の方へ行きますよね。まあ、交通の要所でございます。こういうところにですね、この本願寺の寺内町というのが、大体規模として最盛期には6万から7万というものですね。こういうものに成長していく。もちろんこんなに成長するのは蓮如上人が亡くなってから次の世代、実如さんの時代、実如上人の時代でありますけど。で、蓮如上人は残念ながらね、1498年やったか9年に亡くなられるんですね、亡くなって。このシャワトの別れを告げるわけですが、その後ですね、本願寺教団は一代でこしゃらないですね、実如さん、上如さん、顕如さんという、3代にわたってですね、門徒道行を中心にした巨大な社会勢力となって成長していくということであります。で、そのまず重要なですね、西の方への、拠点となったのが、今日ちょっとお話ししたかったんですけれども、阿賀本徳寺という、やっとここで本徳寺の話が出てくるんですけどね、この地図がございます。夢崎川、水尾川、後ろ湿地帯を堀を振りまして、土塁でずっと囲んでるんで、で、港湾設備、板ヶ浜という浜をですね、こう深く入りを吹き込んでですね、ここで入りを作ること、大変な工事がいると思うんですけどね、なぜかね、東亜さんですからね、作るんですね。で、これがいわゆるその西、本願寺のですね、西の拠点という言われるですね、寺内町として成長していくということになります。もちろんここの地域はですね、三木一族という三木氏がですね、の拠点でもあるんですね。で、三木一族というのは いろんなところに文献出てきますけれども、基本的には河野一族の傍系でありまして、1440年頃にですね、この小井ヶ浜から上がると書いてありますから、外からやってきてるんです。やってきてですね、で、さらにですね、讃岐 に領地をですね、2軍ほど持ってるということでありまして、おそらく、厳密な検証はできないんですけれども、播磨灘を中心とした海民の棟梁であったんだろうと、こういうふうに言われてますね。つまりその元は何かという、海賊行為もするんでしょうけども、もちろん交易業者ですよ。交易というものがですね、
一つの政教として彼らの経済を支えているということです。ですから何か例えば中央で異変があったりしますので、この三木氏は船を何百隻まで行ったんですけど何十隻ですが、それを派遣してますからね、そういう船海鮮業にですね非常に重きを置いた職業形態であった人と思われます。で、海民の統領というふうによく呼ばれるんですね。で、決して在地のですね、地侍、というよりも海民の統領であったんだと、こういうふうに言われます。当然ながら河野、それから毛利、それから芸遊諸島に、君臨する有名なですね、海賊ですね、こういう人たちとですね、深い関係を持った、まあ、瀬戸内海を一つの、どう言いますか、なり合いの場としているですね、そういう人たちであったの統領であったということですね。で、そういうその拠点がですね、この阿賀というところだったんですね。で、当然ながら本願寺が石山にできた時点から、ちょうどこの子に蓮如上人のもとにですね、西日本一帯、近畿も含みましてですけれども、寺内町がどんどん出来上がっていってますよね。先ほど申しましたように、でこの寺内町というのは、まあ、全然ゼロから出発なんではない。もうすでに真宗のですね、教えがずっと伝わってるんです。この元はもっと言えばですね、一辺商人ですね、遊行商人、自衆と言われるそういう人たちが、その流民の間をずっと展開して日本全国をですね回ってますから、そういう素地はねどこ行ってもあるわけです。で、その上にですね、浄土真宗のですね仏光寺派がですね、一挙にその拠点をお寺を建てているんですね。で、仏光寺派のお寺っていうのは、今最近私も どういう本尊があるのかなっていうのは見たことないんですけれども、昔はこういう仏光寺派の重要な本尊、こういう本尊です。一枚に、ね、南無不可思議光寺来奇妙人実本願南無阿弥陀です。ここに、太子の眷属七高僧ね、それから仏光寺でしたら仏光寺のですね直径する人脈系図をここにぎっしり書き込んでね、でこれが一枚のですね本尊になって、これを光明本尊というんですね。このようにして、実は非常に信者を獲得していたんですね。で、こういうお寺、このお寺が応仁の乱を境目に一挙にですね失速していくんです。まあ応仁の乱ということもあったんだと思いますけれども、十分な良きその統治システムが作れなかったということもあります。で、それに代わってですね、その蓮如上人という本願寺の新しい教団がですね芽生えてくる、そういうそこへですね、そのこの仏光寺派の何代目だったかなちょっと忘れましたけども、当主ですよ、教皇と言われる人が1481年だったと思いますが、重要な寺院お寺48号のうち42号を引き連れてね転入してくるんです、本願寺。で、つまり一挙に山下本願寺ですね、中心にした勢力が西本願寺、西日本一帯に拡大した、ね、そういう時期に、実はこの阿賀本徳寺がですね、できるその時期とピタッと一致するんですね。ということは、西の方に転換していくにあたって、この阿賀の地というのはですね極めて、重要な拠点となったと、この阿賀ですねということです。まあ、そういうことが当然、考えられると思います。で、蓮如上人はこのようにしてごくごく晩年にですね、その近畿一円から西日本一帯にかけてあった真宗勢力をどんどん引き入れるんですね。引き入れる。で、お寺はどんどんね、本尊をですね、光明本尊から本願寺の本尊に書き換えていくんですね。そういうことがですね、蓮如上人が亡くなってからのうち、一挙に、起こっていきます。まあ、そういう意味でこの西日本一帯というのは、蓮如上人がわざわざ西、この東の方は教化なさるんですけど、西の方はですね、教化なさっておられないですね。むしろこの海鮮ルートを通して、海を通して、本当の交流を一つのテコにしながらですね、商品経済を活性化させていく非常に重要な役割をですね、本願寺は果たした。その、まあ、マネジメンターみたいなことをですね、ひょっとしたら蓮如上人は行った可能性があるということですね。で、その一つにですね、まあ、こんなこと言ったら本願寺の御縁さんに怒られるんやけれども、例えばですね、この
こういうあの生阿弥陀仏という本尊があるんです、ね、で普通生阿弥陀仏って本尊ですよ。で、まあ、この発明者は親鸞聖人ですけど、奇妙人十法無下光如来というのがね、一番最初にご本尊として安置して、それを法然上人の念仏の日25日だと思いますけれども、その時にみんな集まった時にね、この前でお経を読んだと、こういうふうな伝説がありますけど、とりあえずこの本尊をね書いた、これ生阿弥陀仏、もう達筆ですよ。達筆というよりも草書体という行書体ですよ。分かりません、私筆が立たんもんでよくわからんですけど、これ書くのにねあっという間に書いてますわ。で要するに蓮如上人ほどたくさんね本尊を書いた人はいない、ね、でこれ 何を意味するのかなと、私が知ってる知る限りではこの本尊の裏書き、誰それが誰それに与えたというものを明確にしているのは二幅しかないんです。ところがこういう蓮如上人の独特の筆致で与えた草書本尊というのはですね、三河は北陸ってもいっぱいあるんです。いっぱいの財権の人が持ってある、で、伝承しちゃう。え、これは何でかな、裏みたいな裏書きも何にもない、ね、ここに新しいね、どういうかな言葉を持ったんです。何ですか、本尊が商品化されたってことです。つまり、本尊がですね普遍的な価値を持って、商品としてそれが売買されていく、そういう可能性がですねこの時代にですね一挙に広がっているということです。で、まあ、これによっておそらく蓮如上人はたくさんのですね、まあ、不正料といいますかね、収益を得たと思うんですね。で蓮如上人はね、その収益をどう使ったかという、何でもそうですけれども、人間というのは金もあげたら自分で何かやりしろってじっと抱え込みますよな。私なんかすぐ飲み食いに使っちゃいますけれどもね、抱え込んじゃうんです。で蓮如上人はそれをどんどん使っていくんです。使っていく。で使うのは何使うかというと、さっき言いました寺内庁の特権をですね、在地の権力者が買い取っていくわけです。で買い取っていくというのは何かと言いますと、あの阿賀の本徳寺っていうのは、まあ、最終的に三木氏は本願寺の門徒になって寺内庁として、寺内庁を貸していくわけですけれども、どこ行ったかな、この寺内庁、当然ながらね、ここは赤松の領域ですよね。そして、当然ながら修行大名が引っ込むと戦国大名ですね、そして在地の権力者、こういうようなものの格好のターゲットが、それはなぜかというと、ここに一物の金が集まるわけですから。でこの一物の金が集まるということを可能にしたのは何か、普通あの港でしたらね、鹿松もあるし網干もあるしね、福泊もあるし、室津なんての昔からのあれですが、そこへね入ればいいんです。ところがみんなここへ来るんです。なぜかというと、ここはですねタックスフリーなんですよ。つまり非課税なんです。その非課税を根回しするのは何かというと、まあ蓮如上人、例えばその在地のものにですね、何かプレゼントをすると、まあ、蓮如上人が実際にプレゼントしたという証拠はないんですけれども、その後の実如上人なんかは赤松氏に名馬や名刀を送ってます。でこれによってね、ここの特許権みたいなんですね、ここは触れるなと、ね、そういう権利をですね買っていく、そこに大量のお金をつぎ込むんですね。そうすることによってここがですね自由な市場として生まれてくるということです。だから鹿松に入ったらお金取られるけど、ここ入ったらですねそんなお金かからへんでということですね。そういうような特権が与えられる。これは伊勢長島 あちらの方の一行門との間でもそういう特権を持ってます。つまり、特製御免、それから、食事御免、それから不益御免ですね、こういうものがね、在地の権力者から特権を権力を買い取ってるんですね。まあ、その代わりお金を払うわけですけどね、そういうものにね使われて、それがさらにですね、多くの門徒同業を呼び込むんですね。そういう好循環のもとに、この中世の本願寺のですね拡大がですね一挙に進んでいくと、こういうことが分かってきたということです。さあ、それだけでも時間がもう半になってしまいましたけれども、最後まで、まあ、大体最後までいい感じなんですけれども、ね、で、まあ、最後の結論だけちょっと申しておきますと、このような中世という時代に新しい、
民衆と、そして新しいネットワークを構築することができた最大の世界勢力が本願寺であるということですね。つまり裏の人間が初めて歴史の表舞台に出て正々堂々と渡り合う、そして日本の歴史をですね、構築していくですね、重要な要になったというですね、一大イベントがこの時期に本願寺を中心に展開されると、こういうことであります。そして残念ながらこの民間勢力は蓮如上人が没してから約80年後に完全に抹殺されます。それは何かというと、信長秀吉、この武力政権天下富豪ですね、肩書きにしながら全国を武力で制覇したですね、この有名な織田信長ですね、まあ、この人はあの信長秀吉によってですね、この本願寺のネットワークは根こそぎ解体されているんですね。そういう意味で、そこの年代になったらね、もう滅びるんですよ。寺内庁、完全に滅びます。門徒とお寺が一体であった。門徒はお寺のために命がけでですね、自分たちの領域を死守した。こういうお寺の時代はもう終わってしまうということですね。そこでできたのが何かというと、まあこれが、よく、言われますが、これが実は秀吉の受領寄進を得てですね、出てきたこれが本徳寺なんですね。で本徳寺というのは秀吉の受領寄進、受領の寄進上、まあ安堵城とでも言ってもいいかもしれませんが、それに、それが残っています。この亀山本徳寺、当軍内300石を持ってこれを突き置きそうそのゆえら全く誰に収められるべきものは陸団のことし、八幡藤吉郎ですね、天正八年9月昨日サインがあって赤道場となってますね。でこれをですね明確に表明するということです。どういうことかと、今まで信長は東の本願寺勢力を叩き潰して全部皆殺しにしてきました。ところが西側はですね、この秀吉ですね、秀吉、まあ、秀吉の成敗によってですね、寺内庁は民間組織が解体されていくわけですが、これをですね初めて、権力側としてですね、寺を残してやるということですね、そういうことを表明する、これは一つ の、 裏側に意味があるんですね。それはなぜかというと門徒たちへのメッセージなんです。阿賀を中心に巨大な新種勢力がありました。でこの新種勢力はさっき言ったようにお寺と門徒 の、 運命共同体なんです。で門徒たちはですね職能者です。流通商工業者なんですね。この力を借りてですね、新しい町を作りたかったんです。新しく町を作ったのは何ですか、姫路なんです。姫路という町を作る、ね、でそのためのねこれが布石になるんですね。布石になるんです。そして、約束通り門徒は城下町、新しい城下町を作るためにですね移住させられる。で一部だと思いますけどね、今の吉田町とか辰野町、あの辺あたりの門徒は阿賀から来たというふうに今でも言われてますね。そして、お寺はですねここにありますようにお寺だけを引き抜いてここへ持っていく、この周りに全部お寺ばっかりです。全部で10箇所と、ね、周りにその当時は門徒おりません。寺内の寺中の人ばっかりです。ね、でこの時に初めてこの塀ができるんです。お寺を取り囲む塀が、ね、これが私たちが見慣れたお寺なんですよ。でしかしこの塀の持つ意味っていうのはどういう意味か分かりますよね。しか決して権威の象徴ではないんです。当初は何かと、これ囲いなんです。囲いっていうのは何かっていうのはね、ここから出るなってことです。このようにしてお寺というものは昔のですね信州の民間勢力というのはことごとく、その発意をそがれていくんですね。そがれていく。そしてこれが昔の本願寺勢力はですね一挙に消失するとともに新しい天下人、つまり、徳川家康の時代になってですね全く新しい体制、統治システムの中にお寺が組み込まれていく。これがいわゆる本末関係檀家制度、まあ檀家檀家といわれるね、皆さんも聞き覚えがあると思うんですね。そういう制度、どこかの日本全国の人民はどこかのお寺に所属してないと社会サービスが受けられない、そういうものを制度としてですね、幕藩体制は作り上げていくんですね。それによって残ってきたお寺がこういうお寺であるということですね。まあ、もちろんそこから約400年間、
面々と現在までですね、つながっていくわけですが、その間に、これ以上の過激な変化というのは幾度もなくですね、このお寺というのは経験をしております。特に最後のですね、過激な変化というのは戦後でございますね。まあ、そういう話もですね、折があればですね、またしてみたいな、こうに思っています。まあ、一応今日はですね、本徳寺というか本願寺をですね、万寺における本願寺勢力のですね、栄枯盛衰ということを題材にしながら、その時代、中世という時代にどういう時代の変革が起こったのかということを背景にして、私なりにですね、まあ、読み取ってみた、そういうお話をですね、今日はさせていただいたしたいです。ちょっと5分ほどオーバーしてしまいましたけれども、ご清聴ありがとうございました。